こんにちは、片岡です。12月も半ばを過ぎまして、まあ、今日12月18日ですけれども、なんとなく、年の瀬あんまり感じにくいですけれども、特に今年はコロナで、まあ、それどころじゃないという雰囲気もありますが、まあ、それにしてもですね、年の瀬に近づいてきて、なんとなく気分がそわそわしてきた。でですね、まあそういうところからですね、普段よりもちょっと大物をね、今日は作ってみたいという気分になって、ハサミギーク の大きなやつをですね、作ってみたいと思います。まあ、ただですね、これ年間休止でも作ったものですので、その配合とかその練り切りのおまんじゅうにする形にするところはちょっと割愛させていただいて、まあ、切るところからですね、ハサミでチョキチョキ切るところから、始めたいと思います。まあ、皆さんに見ていただきたいと思います。まあ、それにしてもですね、これからハサミ菊を作ってみたい人とか、まあ、一度や二度実際に作ったことがある人にとってはですね、かなり有益な情報、まあ、かなり有益な動画になるのではないかと思いますのでですね、楽しみに見ていただきたいと思います。まあ、行きましょう。はい、まあ、なんとか一周できましたね。今度はこの間に入れていきますね。
はい、できました。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 段ですね。切り終えたらね、一番下の、花びらを起こすんですよね。まあ、久しぶりに切りましたけど、まあまあの出来ではないかなと思います。まあ、だいぶ失敗はありますけどね。まあ、これで終わりっていうことはないですよね、ハサミ。人間のやることなんでね、完璧はありえないですけれども、まあ、できるだけそこに近づいていきたいというふうに思っていますね。はい、これで、ハサミ菊ね、これでハサミ菊完成です、ね、ちょっといまいちなところもありますが、ね、じゃあ、ね、この動画の最新情報を知りたい方は、読者登録をお願いします。で、そしてこの動画がいいと思った方はグッドボタンを押してくれたら嬉しいです。それでは、12月ね、もうあと2週間ですけれども、大事にいきましょう。ありがとうございました。